おはようございます今日はねちょっと話題を決めてお話しようかなと思ったんですけども注あのこの国のありようを変えようと思ったら確かに国会議員になって総理大臣になってみたいなルートが考えられるんですけどもでも実際ね東京都が 変変わわるると日本が変わるんじゃなないいいかっっててうう視点っていうのはね私も最近気がついたんですよね。まあというのがね日本の総理大臣ですら総理大臣に何を言わせるかどちらの方に方向性を決めさせるかっていうふうな、まあ、顧問団があって大体そこが決めるんですよね。で総理大臣はそのまあ代理代理原稿なんですかね <laughs> なんか代わりに言う人なんですよね。 だから、総理大臣が何でも決めて、何でも実行できるもんではなくて、いろんなところの許可を取らなくちゃいけないんですよ。そうなってくると、総理大臣って、まあ、いわゆる総理大臣最高顧問団の、まあ、代表ではあるんですけども、自分の意向が反映されるわけではなくて、自分の一意見はもちろん言えると思いますけどもね、いろんなしがらみで、思わぬことをやらせなければならない、国民に対してね、そんなことがあるのかなと思います。ただ 東京都はそれに比べるとかなり大きな権限と財源を持ってるんですよね、まあ、東京都の財源ってのはどっかの国のね国家予算にも匹敵するぐらいなんですけどもしかも地方交付税交付金をもらってない唯一の地方自治体なんですよね東京都ってのは不思議なこう都道府県でですね国の直轄になってもいいぐらいだから日本国東京市っていう風に捉えてもいいぐらい えー、国から独立して時にはこの東京都から国に働きかけることもできるんですよね例えば石原慎太郎さんはあ何でしたっけ竹島じゃなくてんだか尖閣諸島とかなんかを個人の方からね川原さんっていう方だったかな,なんか購入しようという意向を出したんですよね、まあ、要するに島の所有権は個人にあるのにそれがどっかの国のもんだ日本のもんだって揉めてるようだからだったら東京都がね あのその島を買おうじゃないかってことで、多くの方に、えー、意見を募ったところ、民意が反映されて、じゃあ購入しましょうっていう運びになったんですよ。これを起こしたのが石原慎太郎さんだったんですよね。石原さんは当時、こんなの国がやらなきゃいけない、ね、なのに、本当は国がやるべきなのに、ビビってるから東京がやるよっていうふうに、東京が主導したんですよ。そうするとね あとから国の方が買いましょうっていうふうになって、まさに国を動かしたわけですよね。まあ、だらしねえなっていうふうに、あの、石原慎太郎さんはね、国に対していつも苦言を言われていたわけですけども、まあ、それをね、見ると確かになと思うわけですよ。で、さらに、そのインパクトに比べたら、まあ、小池さんの8年っていうのは、なんか何もしないで過ぎていった8年、まあ、それだけ平和なのかもしれませんけども、まあ、危機感が失われたと言ってもいいのかなと思います。 うん、小池さんでいいのかなと思っちゃうところあるんですけどね、で、今度新しい都知事選が7月7日に投開票なんですけども、私は基本的にね、長い間政治をやってる人が変わらないんだったら、その人じゃだめだっていうふうに思ってる方なんですよ、だから小池さんではもちろんだめだし、蓮舫さんも長い間政治家をやってるんだけども、ベテランというよりもヘテランかなと、長い間やってるのに何も起こせていないというところですよ。 それから、あの、田子上さんは信頼できる方なんですけども、いかんせん、もうお年がいらっしゃってるんでね、71歳だったかと思うんですけども、さすがに70歳の人に、東京都や国の舵取りっていうのは不安なんですよね。やっぱり、30年先も生きている人じゃないと、当事者意識って持てないと思うんですよ。そうなると、私はね、年齢という一つをとっても、石丸さん、えー、左から2番目の方に軍配が上がるかなと思います。そしてこの方は 政治家としては本当にね、新進気鋭で、4年前までは民間企業で働いていた方なんですよね、で、えー、経済アナリストの方です、三菱東京 u 平 J 銀行の方です、だから広島県出身なんですけども、東京にもしばらく住んでいて、そして海外経験も長いと、そこで腕を振るわれて、大きな成績を残されてね、そして自分の生まれ故郷の広島県秋田、笠橋市の危機ということで、全てを投げ打って、市長に、 いきなり1ヶ月ぐらい前に立候補してすぐ当選した方なんですよで、秋田方市に関しては新しい人を求めていたっていうところなんですよね多分、日本全国的にもいわゆる政治のベテランさんはもう求められていないんじゃないかなと思います、まあ、そもそも長い間政治をやってる人がいるからこそ今みたいな世の中になっちゃって多くの人が精神的に塞ぎ込んだり事業が潰されたり人生に希望を持てなかったりで、 若者の自殺率が増えたりとかしてると思うんですよ。だから私はね、あの、本当に、身近にいる人、普通の人、こういった人の感覚が今こそ必要なんで、政治の世界にどっぷりと使って、税金から給料をもらい続けた人は、もうちょっとね、政治家には向かないと思うんですよね。で、政治家として仕事をしていても、そこからの給料がなくてもやっていけるぐらい、経済観念に豊かな人。 まさに石丸さんっていうのは自分で自分のお金を稼げる人ですからね。じゃあ自分で自分のお金を稼げる人がそれを市区町村の運営に当てはめてもやっぱり稼げるわけですよ。ね。税金だから無駄に使っていいってことじゃなくて小池さんもね、プロジェクトマッピングで人を集めましたとか言ってましたけども、48億円かける意義があったのかなっていうのは大いに疑問です。そこへ行くと石丸さんは 48億円で人を集めても、それをやめたらまた人が来なくなるんでしょうこういうのを無駄遣いって言うんだ、みたいな趣旨のことを言われていて、まさにそうだなと思いました。石丸さんなら48億円を1回使っただけで、100億、200億、300億と稼げるような、まさに投資に使ってくれると思うんですよ。その専門家ですしね。私はそういうふうにね、東京都知事選見てるんですよね。はい。ということで、今日は東京都知事選のことをお話ししましたけども、どのようにお感じになったでしょうかこの動画はですね、 えー、特に誰かのことを個人的にこうあげたことではなくて、東京都知事前についてお話した内容になりますので、なんかそのうち一般公開するかもしれないなというところでございます。多分大丈夫ですよね。はい。あの、特に誰かのことを取り上げたわけではないんでね。はい。それでは今回は以上です。またご返信ください。お疲れ様です。